ミルクサッカーアカデミーのウェマーでございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いいたします。さあデータベースシリーズでございますけれども、 FC 岐阜編、今日は2013年でございます。よろしくお願いいたします。ということで2013年もね近くなってきましたけれども、どのような成績だったんでしょうか。22チーム中21位の成績でした、うん、なるほど、はい、はい。ただですね、この年が一番失点が多いのかな、2番目か、歴史上2番目に失点の多い年ではあったっていうのがあるんですけど、ここからだんだんちょっと上向いていくっていうのがちょっとあったり、はいはい、まあ、そのあたりも含めてちょっとお話ししていければいいんじゃないかなと思っております、うん、はい、2013年のメンバーこちらです。と出ました、うん、こんなメンバーでございますね。はい、うん、まあ、前年に加入した服部利宏さんを、あ、そうですね、で一番上に据えてってところになりますけどね、うん、はい。でもなんかすごいなと思うのが、やっぱりもともと他の J2 のクラブとかだと、はい、やっぱり結構年長の選手たちが揃ってるってチームもあったりはするんですが、岐阜ね、ちょっとお金ない時期とかも経験したのであれですけど、やっぱり若いメンバーも結構揃ってるなっていうのはすごく印象にはあるし、うん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 、その傾向って結局その後もずっと続いていきますよね。なるほど。うん、高卒の選手だけじゃない、大卒の選手とかね、うん、含めているなってのは思いますけど、まあ、一番上にその服部選手とか、あとはベテランの北根選手だとか、高木選手、ゴールキーパーの高木選手、はい、あとはリハンジュ選手とか、うん、リハンジュ選手とか、うん、あのあたり備えておきながら、あとはなんかこう今度だんだん中堅から若手の方を見ていくと、今あの J3 でこうスタメン飾ってるような選手たちもかなり多いなと思っていて。お、確かにそうですね。やっぱり染谷選手筆頭に、はい、あと下の方で言ったら水野選手とか、うん、清本選手、うん、で今2020年になってくるとフォワードじゃなくても今ボランチやってる樋口選手とか、あ、そうですね、この時はもうガリガリの緑だったんですね、ね、岡崎2世なんて言われてたりもしますし、ね、はいはいはい、はい、でこの年はなかなかの岐阜だけじゃなくて、実はうん、J2 全体が難しいシーズンだったんですよ、うん、難しい、失点が多くなっちゃってもまあ分かるというシーズンで、ほう、あのガンバ大阪が前年、うん、J2 来たんですよ。ああ、その時ですね。だからしかもあと、はいはいはい、ヴィッセル神戸もいるんですよ。そうでした、はい、実際、うん、後半戦の初戦、うん、ガンバ大阪戦で岐阜当たったのが、うん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 、2対8っていう試合やっちゃってるんです。あら、そっか。そう、でもだから、はい、そういう、まあ、他の、まあね、例えば最近でも、柏がすごかったとかあるけど、やっぱり、歴史上見ていっても、ガンバが J2 ってのは、ちょっとイレギュラーの星でも。そうでしたね。そん中だったら、はい、まあ、多少はこの失点は仕方ないのかな、ってのは、ありましたね。あとは、もともと前年にですね、うん、チーム得点王だと佐藤浩一選手が、はい、ビファーレン長崎に完全移籍したりだとかしてたんですよ。うんうん、そういうのもちょっと聞いてたかなってのはありましたね。なるほど。そう。はあ、はあ、で、やっぱりそういうのもいろいろあったんだけど、翌年、うん、監督にラモスさんが就任したりとか、ああ、そうか。川口さんやサントスさんがやってきたりとかっていうシーズンになってくるので、またガラッと来年変わるわけですね。はい、そうなんです。ちょっとそのあたりもお楽しみにいただけたら。いろいろ思い出せますね。そっか、そんな年でした。ね、はい、2013年でございました。まあでもガンバのことはありましたけど、あの年はガンバがそれぞれの J2 チームにお客さん連れてきてくれましたからね。そうなんですよね。ホームチームの収益はあったと思いますよ。そうですね。ね、確かにね、はい。はい。そんな13年でしたということでした。はい、ああ、じゃあその話聞いたら14年も楽しみでございますな。ございます。はい。明日でございます、はい。明日も聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ノーメバーでした。ノーミルクサトウでした。明日とは限らないですね、次回です。次回、はい、次回も聞いてください。チャンネル登録お願いします。いってらっしゃい。